沼水町はかつて新潟県中間原郡にあった町。1914年4月1日の新潟市への合併によって消滅し、現在は新潟市中央区と東区の一部となっている。かつての沼水の区域は現在の中央区東地区と東区山の下地区の区域にあたる。以下の記述は合併直前当時の旧塗ったり町に関しての記述であり、 現在では、名称等が異なる場合がある。なお、ここに記述されていない内容に関しては、新潟市などの記事を参照。新潟町とともに、品濃川河口に位置し、港町として栄えていた。市街地の中心部を流れる栗の木川を挟んで、東側の東沼水には、花町が形成され、芸儀がいたと言われている。1930年頃の新潟市の地図。 沼水町が新潟市に編入合併してから約15年を経過した時点のもので、沼水の市街地は品野川右岸側に位置している。1889年調整施行。1896年に新潟市との間に万代橋が架橋された。1897年北越鉄道の沼水駅が開業し終着駅となった。当初は新潟市内に 最終駅を置く予定としていたが、品濃川を越えるための架橋が必要であり、当時の会社には困難であったため、終着駅は沼水駅とした。駅の開業にあたっては、対岸の新潟市川の反発が強く、鉄道爆破事件を起こすほどであった。爆破事件は1897年11月11日、早朝3時に発生。沼水町停車場構内の機関庫。 貨物湖、新栗力川の鉄橋を爆破した。沼水駅は1904年に鉄道が新潟駅まで延伸するまでの間、終着駅としての地位を保った。明治以降も沼水町は前述の北越鉄道や新潟港の県駅などをめぐり、新潟市と長らく対立を繰り返してきた。万代橋の開通以降は、双方の人的、物的交流が活発になり、 相互間の生活圏は次第に一体化した。さらに1907年2月2日に沼水町で大火が発生した際には新潟市から万代橋を経由して蒸気ポンプが消火応援に出動するなど相互補完の関係も築かれた。翌1908年6月と12月に新潟市長主催で新潟と沼水の合同懇親会が行われたが、 具体的な合併の話には至らなかった。1914年4月1日に新潟市に編入合併し消滅。当時の面積は8.3平方キロメートル。沼水町は合併した村名を継承する以下の大技で構成される。注釈出典。ありがとうございます。